に落下地点の近くに行く。でも完全に落下地点まで行こうとするとこれフェンス当たるのか当たらんのかということで、あえて1メートル手前ぐらいで一度減速して、あとはタイミング、はい、お疲れ様です。6月21日本日のカープ KT です。今回もご視聴ありがとうございます。よいしょ、ナイスゲームということで、久しぶりに、勝ってくれました。ちょっと喜び方も忘れてしまうぐらいの久しぶりなんですけども、とにかく勝ってくれてよかったですね。最後ちょっとバタバタ してしまったんですけども、そんなとこは気にせずに、今日は喜びたいと思います。まあね、ああやって栗林投手もね、ああいう風になってしまうんで、やっぱり連敗中でもね、1回2回調整登板というのを入れてあげると、栗林投手も調整しやすいのかなという風に思いました。やっぱり球数を重ねていくことによって、だんだん調子の方は戻ってきたように風に見受けられたので、やっぱり単純に感覚が空いてたことによるちょっと不調だったのかなというふうに思いますんで、まあね、連敗これからしないことを願うんですけども、もしそういう時があっても栗林投手、森浦投手、勝ちパターンのピッチャーも調整登板してあげるといいのかなというふうに思っております。はい、今日はもうこんなところで、おごうとの方はやめていきたいと思います。はい、今回の動画は、久々のカープの勝利を、みんなで分かち合おうという動画になっておりますので、最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。また皆さんの喜びの声も聞きたいので、コメント欄にコメントの方よろしくお願いいたします。またチャンネル登録まだの方は、カーファーの方ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。また、ごめんなさいね、いっぱいお願いがあって、いつも、ゲームの内容が今日は良かったんで、ゲームの内容が良かったと思った方はいいねボタンの方よろしくお願いいたします。はい、それでは久々に、バッと持ったオープニングいきたいと思います。てんてれでんてんてん、よいしょはい、改めましてお疲れ様です。QT です。はい、本日のゲームの方を振り返っていきたいと思います。それではまずは、でん。はい、出てきました。まずはスタメンですね。ちょっと恒例になってきてるスタメンですけども、こちらの方は、今日はね、特に変わってるところはなかったんで、まあ、スルーしていこうかなというふうに思います。まあ、決してね、満足してるという意味ではないんですけども、これ以上変わらないだろうというところに今、落ち着いちゃってるんで、この方はスルーの方していきます。で、また、登録の入れ替えの方がありましたね。田中選手と石原選手が抹消されまして、代わりに持丸選手と初木選手が上がってきました。はい、こちらの2人活躍の方を期待しております。ただですね、ちょっと1個気になったのが、初木選手、曽根選手、矢野選手と、ちょっとキャラかぶりの選手多いかなと。でもっと見れば上本選手や、小園選手もね、守備が良くて足があってという、そっちの選手がちょっと固まってきてるのかなというふうに思います。そこでやっぱりね、林選手なのか、末金選手なのか、その辺の大砲を一枚切ってくるのかなと思ったんですけど、そういう展開になってしまいました。もう今日最後もね、打席は回らなかったですけど、松山選手が代打で控えてたんですけども、あそこに例えば末金選手だったりとか林選手だったりとか待ってるとちょっと面白いなというふうに思ったんですけど、まあまあとりあえず、入れ替えの方をしたんで、少しね変わろうとしてるのかなというところで、プラスに捉えていきたいと思います。はい、では、ゲームの方行ってみたいと思います。まあ、まずはね、やっぱり何はともあれですよね。さすがのピッチングは床田投手でした。もう、いつも通りね、ストライク先行で、テンポのいいピッチングしてくれました。ナイスピッチングでしたね。もうやっぱりね、ストライク先行できますと、野手のリズムも出てくるんで、ああやって援護点、今日は天敵西投手であったんですけども、ああやって援護点取ってもらえるんで、やっぱりテンポよく投げるっていうのはピッチャーのね、基本かなというふうに思わせるような、ピッチングでございました。床田投手、ナイスピッチングでございました。はい、続いては攻撃陣の方を見ていきたいと思います。はい、まずはじめにね、初回の野間選手、これ気持ち出てましたね。いきなり9球投げさせて、さらにはヒットで仕上げるというナイスバッティング出ました。もう今日からね、なんとか変わって流れ変えてやるぞという野手キャプテンの野間選手の強い気持ちを感じられました。で、9球粘ってね、凡打になってでも、まあ初回先頭としては合格点なんですけども、最後ヒットで締めるというの、しかもさらにホームまで帰ってくると、マックブルーム選手のタイムリーですね。はい、もう本当に1番バッター、リードオフマンとしてはもう100点の出来でございました。野間選手、ナイスバッティングでしたね。で、さらに今日はね、タイムリーも1本放っていて、今日は野手キャプテン、野間選手の日でしたね。はい、ありがとうございます。はい、で、もう一個、野手の方でいきますと、4回、上本選手のナイスプレーがありました。はい、ランナー、2アウト、ランナー、2塁ですね。で、サトテル選手の打球。まあ、難しいようで、簡単そうで、もう一個奥が深いところ、ちょっと今日はね、解説していきたいと思います。ちょっと一旦バット置きます。そして、グローブ取ります。そして、こっち消します。ピッと。はい、消しました。センターの正面のあたりだったんですけども、まずはね、佐藤選手が見るからに詰まってたんで、判断としては難しくないあたりですね。まあ、絶対前だろうというのは。思いっきり振って、
詰まってて後ろに一歩下がってやっぱ前かっていう打球ではなくて、もう見るからに詰まってたんで、スタートは切りやすい打球でした。で、まあ土正面の当たりなんでまっすぐ突っ込んでいくんですけども、最後ですね、真正面すぎるとグローブをちょっとこれ内野用になっちゃうんですけど、こっち向きで出すかこっち向きでいくか難しいところなんですね。自分よりちょっと左だったらこっちの方が取りやすいんですけども、最後迷うんですよね。これで最終的にはこっちで行ったんで、こっちもちょっと角度としては難しいんですね。はい。で、まあそこはね、最後ダイビングのタイミングとかはまだちょっと余裕があったんで、正直簡単なプレーではあったんですけども、上本選手からすると最後ここをね出すところ難しくてちょっと弾いちゃうとかね、こういったら間違いなく打球取れないし、こういっても取りにくいんですよね。なので最後、こっち向きで冷静に取ったのが良かったというふうに思います。で、あれはね、そのまま走っていってスライディングキャッチっていう選択肢もありますし、そのままランニングでね、球際追いつく可能性もあったんですけども、あえてもうダイビングをね、余裕を持ったダイビングキャッチを選択した上本選手、あっぱれでございますね。まあどれでも取れてたとは思うんですけども、あのケースでいくと今日はもう下も濡れてるんでね、ちょっとスライディングキャッチだとズレが生じるのかなということで、もうあえて空中で取っちゃった方が楽という選択をした上本選手、ナイスプレーでございました。はい、今日ちょっとこう解説させていただきました。はい、またこちら戻します、ドンと。で、バットももう一回持ち直しますということで、続きまして、その回はそれで終わりましたね。はい。で、あそこもちょっと嫌な流れでですね、ランナー一塁でその前の中野選手かな、中野選手がバント失敗して、近本選手がファーストボールか、で、ファーストボール打って、あのマクブルーム選手がファーストベースを踏んで、まあ、確実に1個アウト取りました。で、セカンド投げてセーフだったんですけども、取ってすぐセカンド投げればセカンドもホースプレー取れそうなタイミングなんですよね。でももうここは2アウトにしてもいいから1個確実に取ろうと、そこで失敗して1塁2塁でワンアウトで残すよりは、確実に2アウトにしてランナー2塁で残しても2アウトにしようという選択をマクブルーム選手が取りました。あれもね、まあ、考え方一つなんですけども、ちょっとランナー二塁に残ったことによってね、嫌な空気あったんですけども、その後のね、佐藤輝選手の打球を梅本選手が見事に取ったということで、梅本選手がまあ全てを、床田投手も救ったし、マクブルーム選手も救ったというプレーでございました。はい。で、その次のイニングの、守備のところで、左中間に飛んだ打球ですね、梅本選手と宇草選手がちょっと交錯してしまうシーンがありました。まああれもね、やっぱり宇草選手のその守備の自信のなさなのか、しっかりね、自分がもう往来できなかった。ということで声も出てたとは思うんですけども、まあ信頼関係もありますし、そういった意味で、上本選手が心配になって最後まで取りに行って、まあ、結局は上本選手が取ったのかな、ちょっと交錯しながらも上本選手が取ったんですけども、もうあすかも来るな俺やどけ上本さん混んでねぐらいのいうことをね、宇草選手が言えるぐらいの、守備力を向上を期待しております。はい。で、その後気になったのが宇草選手が途中で交代しましたね。5回ぐらいですね、あれ謎交代ですね。5点差で5回ぐらいで、何だったんですかね。その前のタイムリーですね、打ったところで、2塁まで行かなかったことによる懲罰交代なのか、ちょっとあの送球が見れなかったんで2塁まで取れたのか分かんないですけども、1塁に残っていたんでホーム送球してたと思うんで、ひょっとしたら2塁取れるけど取ってなかった、それによって懲罰交代なのか、どっかそのプレーで、怪我というか違和感を感じて変わったのか分かんないですけども、5回でね退くっていうのはちょっと異例だと思ったんで、ちょっと気になりましたね。また情報分かる方いたら教えてください。よろしくお願いします。まあ何はともあれ、その宇草選手、野間選手、タイムリー続きましたね。で、菊池選手もセンターオーバー。よく飛びましたね、あれ。ナイスバッティングでございました。で、まあ、野間選手のね、三遊間はお見事だったんですけども、宇草選手のね、センター前ですよ。あれも完全にタイガースバッテリーのミスですよね。もう全部見逃した球が宇草選手。もうこうやって全部、もう消えちゃいますよ、画面から。はい。ぐらい、もう全部背中でのけぞってて、完全に体重がこっちに行ってるバッターにインハイのストレートを投げてしまったんで、それは打ちますよ、そこは。外投げたら届かないのに、インコース来たら打ちますよ、それ。っていうところを投げてくれたんで、あれはラッキーです。まあ、それをね、しっかりものにしてセンターに弾き返した、ウーサ選手も見事だったんですけども、あの一球はちょっとラッキーかなというふうに感じました。まあ、ともあれね、タイムリー続いたんで、3連続久々の1イニング4得点かな。はい。ちょっとコメント欄で教えてくれた方もいたんですけども、1イニングに2点以上取ることが全然なかったという状況の中で、あんだけ繋がったっていうのはもう収穫ですね。嬉しかったです。ありがとうございます。はい。
で、そのタイムリーを生んだのも、一つのプレーがきっかけで、ここにちょっと〇〇というふうに書かせてもらったんです。まあ、これはもう皆さんわかりますね。床田投手が1球でバントをしっかり決めたというところが、やっぱり、きっかけになったのかなというふうに思います。小園選手出て、上本選手つないで、まあ、ツーアウトでね、一応二塁三塁でトップに返そうというベンチの作戦に対して、床田投手がしっかり1球でバントを決め切ったというのが、ああいう流れを呼んだのかなというふうに思っておりますので、今日はもうピッチングよし、バントよしの床田投手でございました。はい。一方でピッチングのところでね、一個だけあったのが、大山選手のホームランですね。まあでも大山選手最近やばいですね。あれ見事なホームランでございました。はい。インコースね、多分ボールにしたかったのかな、相澤さんは。ボールにしたかったところがちょっと1個2個甘く入ってきたところをもう一斉スカーンと、やられてしまいました。もうあれはしょうがないかな。1試合通して全部ね、狙ったとこ、意図したところに投げるのも難しいんで、ああいうところでホームラン、ちょっと痛かったですけども、まあしょうがないというふうにしましょう。2失点なんでね、7イニング2失点かな。十分であるというふうに判断しております。はい。ただね、やっぱ、ああいうホームラン、一気にね、2点入ってしまうんで、ホームラン効果的だなというふうに思いました。はい。カープもあえてね、ちょっと5点差ぐらいあるところを1人ランナー置いて、ツーラン、もう1回ツーランって言ったら、もうあっという間に1点差なんで、そういう野球もたまにはしてもらえるといいのかなというふうに思います。まあそこでね、嫌な流れになったところで、次の回だったかな、中村健人投手、森浦投手がね、変わってきて、しょっぱなですね、レフトで大きい当たり打たれたんですけども、中村健人投手、選手、ナイスキャッチでございました。これをね、技が1個2個ありまして、もう早めに落下地点の近くに行く、でも完全に落下地点まで行こうとするとこれフェンス当たるのか当たらんのかということで、あえて、1メートル手前ぐらいで一度減速して、あとはタイミングを合わせてジャンプ1番という、もうあのプロの技が、詰まったワンプレーでございました。上本選手は前に対する反応で、グローブのこのね反応であったり、下から行くのかスライディングするのかダイビングするのかという判断を一瞬でやった上本選手に対して、中村健人選手は、配送しながら、フェンスに張り付くべきか、いやそれだとジャンプで届かないから一個手前で一度減速しといて、もう一回ジャンプのところで加速するという技を見せたんで、非常にナイスプレーでしたね。まあフェンスは越えてなさそうな打球だったんですけども、確実に長打になる打球だったんで、しかも変わりっぱなね、森浦投手も打たれた瞬間ちょっとがっくりしてたんですけども、あれで取ってくれるというので良かったと思います。中村選手ナイス守備でございました。ナイスですね。これで、入れ替えの激しい今、1、2軍ですけども、中村選手の居場所はもうこれで見つけましたということで、明日からバッティングの方も期待していきたいというふうに思います。はい。今日のゲームはこれぐらいになっておりますけども、最後一点ですね。今朝モンキチさんからもコメントで教えていただきましたけども、秋山選手獲得のニュースが流れておりました。まあこれはですね、現実的にどうかなというふうには思うんですけども、ちょっと皆さんの意見も聞きたいなというふうで最後触れてみたいと思いました。はい。まあ個人的にはやっぱライオンズが本命かなというふうに思います。でソフトバンクが正式に手を挙げてるのかちょっとわかんないんですけども、まあ金は持ってるからね、いくらでも払えると思うんですけども、カープはね何で対抗するのかわかんないんですけどもね、必要なピースであるのかというところも感じますね。西川選手帰ってきて、今の野間選手の状態があって、外野手ね、今いい意味で堂林選手や中村選手や末金選手や宇佐選手、まあ、いろんな選手含めて競争してるんで、そこに一人ね補強したからにはどんだけ調子悪くてもセンターで使い続けなくちゃいけないと思うんで、そういう意味では本当に必要かといったらちょっと違うかな。だったらもうちょい大砲候補になる選手を持ってきた方がいいのかなというふうには個人的には思うんですけど、皆さんの意見もちょっと聞いてみたいんで、コメント欄でよろしくお願いいたします。はい。本日も最後までご視聴ありがとうございました。久々の勝利、楽しく、喋ることができました。明日もね、こうやってテンション高く喋りたいと思いますので、皆さん、応援の方よろしくお願いいたします。はい。では、明日の勝利、久々の連勝を、決めにいたしまして、やって終わりたいと思います。せーの、やっちまえ！はい、ありがとうございました。いやー、気分がいいですね。おやすみなさい。